しくお願いします。今日はミックス作業あと3曲残ってるんですけど、朝までかかりそうな感じですか。逆にちょっと今カメラに密着してみたら逆にねこっち側からガンガン行く、ガンガン行きますもうでももう今日と明日で終わりなんで。7人編成のアイリッシュパンクバンド、ザ・チェリーコークス、通称チェリコは、アコーディオン、サックス、ティンホイッスル、オーランなど多彩な楽器を取り入れた型にはまらないサウンドを特徴とし、年間150本ものライブに出演。彼らはこの日、通算6枚目となるアルバムのトラックダウンを行う。上真ん中、切り替わるところってリバーブみたいなの残ってるじゃないですか。ああね、そこ尻尾も少し短い方が。ああ、なるほどね。はい。ちょっと切れた。フレーズの細部までとことん突き詰めてこだわる彼ら。一方、マヨチキンミント。マヨチキンにしようかな。お気楽ムードの二人。そうですね、やっぱ作曲者のやっぱヒロミとマサヤがあれとなってやってる感じですね。やっぱそれにその上物のその笛とかアコーディオンとかサックスの構成結構うちの三藤さんがやってるって感じだよね。聞けよ。あ、なそう。今バンドあるある。はい、そんな感じです。はい。すいませんね。何本も笛を重ねる尾形。マニアックな。彼らの音楽のポイントとは。民族楽器をやってるんですけど、一般的な楽器だと鳴らせない部分絶対あるんで、そこの部分だけは大切に、ピッチのズレを大切にしてるっていう言い方をした方が伝わるのかな。そのピッチのズレがダメなんですけど、厳密に言うとダメなんですけど、そのピッチのズレが生っぽさだったりするんで、微妙なニュアンスが彼らの音楽に情緒を与える。マサヤとヒロミツが耳を休めに出てきた。いつもこんなもんですよね。他のバンドって一個そのパターン決まれば全部一緒だからってもうやるだけなんですけど、うちは楽器がいっぱいいて、どの場面でどの楽器がどこで出てきてみたいな、曲によって全部違うから、一曲が違うから、ワンシーンワンシーン変わってきますからね。夜、やっと2曲目。個性の強いメンバーが7人も集まると何かと大変そうだ。朝までに3曲は仕上がるのか。絶対終わんない結構みんな行動がバラバラなんでまとまらないっていう。自由、はい、自由です自由だよね。自由ですね。いいことですよ、フリーダム。あなたはね、あなた自身はいいかもしれないけど別現場のため鈴を離脱。日付が変わり、メンバーの顔には疲労の色が。その上がもう一本来るとそうです、はい、それだったらバレないんじゃない。そんな気しますね、うん、じゃんけんぽい。気分転換のジュージャンならぬアイスじゃんけん。最初はグー、じゃんけんぽい。いい生さやごっつこれ。仲いいっすよね。もう十何年一緒にいますけど、それでもやっぱぶつかるときはぶつかるんですけど、で逆にぶつかんないと続かないっていうのもありますね。いただきます。一見バラバラだが、誰か一人がかけてもそのサウンドは成り立たない。自由な音楽を支えるのは7人の自由な精神だ。まだまだ作業は続く。夜明けは近い。